最初は丸風パパさん、ラケットはオールラウンドエボリューションフレア、フォアは強氷ネオ3、バックはベガジャパン。丸風さんと同じ北海道に住んでいる中国系卓球人です。 201g あります。ラバーは両面特厚ラケットで 91g でめっちゃ重いです。ですが脱力で卓球するタイプなので大丈夫です。スピードは出ないですが回転で押していくタイプなのでオーバーミスはほぼなくなりました。これからも頑張ってください、大好きです、ということでした。オールラウンドエボリューションは価格が7000円前後とね、安い割にいいラケットなんでぜひ使ってみてください。続いてはモスバーガーさん、ラケットは剛力スーパードライブ、フォアは国境、バックはグラスディテックス。ラケットは板厚のヒノキが柔らかく国境の硬さを補ってくれます。粘着の回転力と粒高の反転性能で相手からするとやりづらいと思います、ということでした。水谷うめんな。続いてはゆうなりさん、ラケットはフライアットカーボン、フォアは強氷プロ3ターボブルーの厚、バックはトリプルダブルエキストラのマックス。両面粘着にすることによってバックには安定感、フォアには破壊力を意識した組み合わせにしています。ただとんでもなく重いので筋トレ頑張ります、いつも丸風さん応援しています、ということでした。フライアットカーボンはねあんまり重くないんですけど、確実にね他の2つが重量的に足引っ張ってるよね。続いてはエノキングさん、ラケットはニワコーキウッドのストレート、フォアは V15 エキストラの厚、バックはファスタアーク G1 の厚。ラケットは自分は素材入りが使えないので木材で、グリップがストレートなのは太くて力が伝わりやすいからです。ラバーは両面とも固めの組み合わせで中陣からでも安定して入るし、前陣で戦っても押し負けません。カラーラバーに釣られて買ったけど V15 使いにくいな、ということでした。コメント欄でね早くしてくれって言われてたんでね、出ないかな出ないかなっていつも思ってね台本書いてたんですけど、抽選で出た時声出たよね、やったよエノキング。続いてはシュウさん、ラケットはチャンジーか ALC、 フォアは強氷ネオ3、バックはテナジー05。自分の親は卓球をやっていたのですが、自分が卓球を始めたのは中学校からでした。父はタキネスシリーズを使っていて粘着ラバーが好きだったので始めた頃から粘着ラバーを使っていました。前まではゴーバーのスワットに貼っていたのですが、スピードが出ず回転はかかってるけどうまく合わせられてカウンターもされてしまいました。ですがアウターラケットのチャンジーか ALC を貼ることによってスピードと回転を両立させることができています。バックはチョリ多めなのでよく回転がかかる05にしています、ということでした。グリップがアナトミックですね、アナトミック使ってるやつ強い説を推してるんでね、シュウさんは強いです。続いては岡山のやべえやつさん、ラケットはデフプレイ先蔵、フォアは強氷プロ2、バックはスペクトル。卓球歴1年ちょっとの粘着カットマンで、こだわりは飛ばない用具を使って試合中少し力んでも入るようにしていることです、ということでした。これ大事ですよね、飛ぶラケット飛ぶラバーを選びがちですけど、試合で使いやすい用具を本当は選ぶべきですよね。僕これ5年目とかに気づいたのに、なんで1年目で気づいちゃってるんですかね、ずるいですね。続いてはバーチーさん、ラケットインナーホースレイヤーの旧型ですね、量産型の組み合わせだと思いますが、私のこだわりは旧ロゴのインナーホースです。最近見なくなりましたこのロゴ、最近の中学生は知らないでしょうね。卓球を始めた中学1年生から現在大学4年生までずっと使っています。10年使っています、もうボロボロです。板が柔らかくなって球持ちが抜群にいいです。某ビクタスのラケットも使ったことがありますが、やはりこれに戻ってきます。テナジーは言わずもがなですが、バックのディグニクス05は圧を張っています。圧だとブロックも入るしドライブも入って自動的に回転もかかってくれるので中級者は圧で十分だと思います。サイドテープは宇田幸也選手と同じものを使っています。あんな強くなりたいです、ということでした。このインナーホースね、なんかねインナーホースレイヤー、今のインナーホースレイヤーよりなんか気持ちいい感じがするんだよね。続いては卓球初心者さん、改造市販ラケット、フォアはディグニクス05、バックはテナジー19。卓球歴1年です。本来は日本式ペンホルダーにラバーを2枚貼ってプレイするという強いこだわりがあります、ということでした。ピンポンのペコじゃん、日ペンに2枚貼ってるやつ、その写真をお待ちしています。続いては丸風スタンプの購入者 X さん、ラケット名不明、フォアは MXS、 バックは MXS、 多分特圧。無料レンタル用ラケットを何本か盗撮、いや勝手に撮ってみました。スタンプ買って日常でかなり使えています。特にキーボードをいじくるスタンプが好きです。はい先生に言ってやろう、あの LINE スタンプはありがとう、発売中です。続いては森田さん、フラジェルムフレア、フォアはハモンド、バックはスレイバー FX。 このラケットは自分のではなく友人である森田さんのマイギアであり、お母様の形見であることも教わりました。森田さんのお母様が卓球クラブに入ってからずっとこの用具を使用していて、森田さん本人も現在このラケットを使って自分とたまに打っています。こだわりの思いが強く込められたマイギアだと感じました。ちょっとごめんね、うん、森田って誰？誰の誰よ？いやでもね、形見って書いてますからね、あの大切なものですよね。森田って誰？大切なマイギアでした。本日もご応募ありがとうございました。それではバイチャー。